さあ後半開始です。後半戦を守りきれるのか日本。選手、ここはパスだ。伊沢選手、止めることができない。中国、依然突き進む。ここはどうする日本。王選手、止めることができない。日本依然進む。翼選手、ボールをキープ。さらに敵陣に攻め入ります。巧みなテクニック、いい調子です。翼選手、攻め上がる。翼選手、ボールをキープ。さらに敵陣に攻め入ります。翼選手、そのまま相手陣内に切り込んでいきます。この位置からゴールを狙うつもりか。そして翔選手も素早い動きで翼選手のシュートをブロックに。さらに敵陣に攻め入ります。滝選手、そのまま相手陣内に切り込んでいきます。滝選手、パスの相手は誰だ。俊敏選手、ボールを取った。カット成功。俊敏選手、ここはパスだ。
ここはパスだ。タキ選手、ボールを取った。カット成功。成功。
ここはどうする。王選手、杉選手、ボールを取った、カット成功。杉選手、パスの相手は誰だ。日本、いいパスです。綺麗に通りました。さらに敵陣に攻め入ります。翼選手、そのまま相手陣内に切り込んでいきます。翼選手、ボールを持ったままドリブル、抜けた。ボールが綺麗なアーチを描く。あと翼選手、これは単独ドリブル突破だ。リードリフト、綺麗に通りました。真っ向から勝負を挑むつもりだ、大空翼選手。ここはパスだ。これはうまい、いい判断です。さあここはどうする。木選手、いいパスです。綺麗に通りました。さあここはどうする。シャン選手、松山選手、ボールを取った、カット成功。
3位終了。日本練習試合を制しました。完全に力の差を見せつけました。